終了です。ただの試合はご覧のようにです。2対1をもちましてドラゴンズが勝ちました。とにかくゾーンを上げて、打ちに行ってました。
ファンの皆さんに一声お願いできますか。阿部選手お願いします。まあ、明日も勝てるように、選手全員で一生懸命戦っていきますので、応援よろしくお願いします。石川選手、明日以降お力強いメッセージをファンの皆さんに届けてください。まあ、とにかくチームに勝てるように、その勝ちに自分が貢献できるように、何ができるか考えてしっかりやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日の披露同点タイムリーの阿部選手、そして勝ち越しタイムリーヒット石川拓也選手でした。大きな拍手を送ってください。どうぞどうぞ。恋空にこだわす叫びを無にして戦う中の一滅力、僕らを陣と示す。やっぱり頑張れ、お疲れ様でした。お帰りなさいという感じで。まあ開幕遅れましたけど、なんとか投げることができてよかったです。こう今日はどういう思いで登板？まあ初登板で緊張はしたんですけど、まあ、とにかくやってきたことで、いろいろまあトレーナーさんとかトレーニングコーチの方にいろいろ教えてもらったんで、そのまあ感謝の気持ちを持ってというか、投げれることに感謝して投げました。はい、大野選手はかなりこう絶叫されてましたけど、ね、そうですね、なんかふざけんなって言ってましたけどね、いきなり来て、ね、まあそこは大野に勝ちがつけば良かったんですけど、まあチームが勝ったんで良かったです。ファンの皆さんもこう、はい、帰ってくるのを待ってたと思うので、そういったファンの皆さんにメッセージ最後いただけますか。そうですね、本当にファンの方の応援がやっぱり一番力になるので、まあ、まだ開幕したばっかりですけど、一試合一試合、集中して投げますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。昨日無茶振りされたライデルさんに繋いだっていう感じでしたね。そうですか。僕何喋ってるか分からなかったんですけど、多分いじってましたね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ドアラはどうされますか。なんか、お父さんがちょうだいって言ってました。なるほど。はい、こうもらえるってことは知ってたんですね。まあ、知ってました。こう初めての本拠地のお立ち台はどうでしたか。まあ、高校のこう野球部の同級生も来てたので、今日はい、まあ、よかったです。結構もうどこにいるか分かってたんですか。いや、最後帰ってくときにお高屋って呼ばれて、いたみたいな。あと最後の最後にこう、じゃあ知らずに来てたのは知らなかったってことですね。はい、最後に知って、じゃあよかったなって思いました。またお父様にもいつも気にかけてくれてるお父様にもこうプレゼントもできましたね。いけますかね。
家に飾るという感じですかね。まあ、あの一番1号館ね、ドーラ1号館、ね、はい、家に渡せたらいいなと思います。あのああいうこう痺れる場面で打席が近づいてくる中って、どういう気持ちでこう待ってるもんですか。やっぱりドキドキはしますね、ネクストで待ってて。でもやっぱ最近は本当にシンプルにいろいろ考えることができているので、はい、それはいいのかなと思います。結構こう回ってこいって思えるような。まあそうですね、すごいやっぱりああいうチャンスの場面でなかなか打てないっていうのが続いてたので、はい、打ててよかったです。あとあの登場曲でこう変開幕してからもいろいろこうありますけど、その辺ってどういう風に。もともと自分 の, あの曲でずっと来てたんですけど、まあある日森野さんが、ただあれ登場曲誰が決めてんのみたいな、あ自分ですみたいな、ちょっと変えていいみたいな言われて、あ全然いいですよみたいな、今日楽しみにしてますみたいな感じで、そしたらあの暴れん坊将軍で、はい、で結構おいいなこれと思って、でまたなんか変わったじゃないですか、あの歌ちょっと僕もよく分かんないんですけど変わって、で神宮行って、で今日暴れん坊将軍にしてくださいって言いました。なんかこう変わった、暴れん坊将軍から変わったのはなんかどういうあれだったんですか。ちょっと分かんないですね。あ最初にこう流れた時ちょっと打席向かう中で笑ってたり、これかみたいなっていうのを思いました。でもこうなんかこう自分に合ってまた今日からそれにしてくださいということだったんですね。かっこいいなと思うので、あのノリさんがあれの登場曲で、うん、YouTube でも見たんですけど、なんかすごいかっこいいんで、あいいなと思って。じゃあもうこれは定着していくという感じですね、当分は。はい。ドラゴンズの YouTube って見たりしてます？そんなに。まあ、ちょっと。あの、本拠地でヒーローになった方に、あの、ファンの方と一緒にやってることがあるんですけど、知ってますか？ドラホーですか？行きましょう、今日初めての。どういう感じでやればいいんですか？それぞれ選手の方にポーズを任せているんですけど、カメラにですか？そうです。本日の試合も応援ありがとうございました。それでは行きます。3、2、1、ドラフォー。